えーこんにちは、まあ、情報発信ビジネスをね、まあ、してる方がいてで、儲かってる方も儲かってない方いるんですけどもまあ、少なくとも情報発信ビジネスをやっていて儲かってる人のそばから離れない方がいいかなと思いますよねで情報発信ビジネスで稼いでる人のそばから離れて稼げるようになるっていうのは確率低いと思うんですよだから情報発信ビジネスで稼いでる人の傘の下に入るって意味で、まあ、そっか塾に入ったらいいんじゃないかなと思いますけどね これ本当に思いますよだって吉谷さんはねちょっと細かいこと分かりませんけども私の場合はあのインターネットビジネス始めた頃って何こう教わるところがなかったわけですから、まあ、あのネオヒルズ塾とかありましたけどもね今みたいに無料情報がバーっと溢れていてで w i f i の環境を整っていて1つの動画見るのにもうスムースで見れるとかねストレスなしで見れるとかってなかったんでねそれこそ再生する途中にこれぐるぐる回ったりとかなんかわけのわかんないブレイクがあったりとかね そもそもスマホで見れなかったわけですからね。それこそパソコンの前に行かないといけなかったんで、私の場合はまあ、クロームブックね、中古のやつ買ってね、ニヤニヤしながら見てましたけども、まあ、それでも稼げたんで、今はもっと稼げると思うんですよ。当時と比べて、ね、稼ぐ方法も山ほど出てますしね。だから10年前よりはかなり有利になったんじゃないかなと思いますね。まあ、いろいろとね、あのコストも安くなりましたよね。 無料ののサービスととか出回ってきてきいるのと本当に有利だと思います今,今だから今やって稼げないってことはないんでもし稼げないとしたら稼げない方向にわざわざ自分で選んで進んでいるつまりは稼げてる人のそばから離れてるってことじゃないかなと思うんですけどねいらっしゃい。